こんばんは、サンゴです。お待たせいたしました。今回はやっと魔人任務を進めていきたいと思います。お二方、彩香さんだ。お久しぶりです。え、ここに来る途中、トーマが天領奉行のものに使えたと聞きました。それはまずい。その100個目の神の目の持ち主、おそらくトーマです。それはまずすぎる。早く助けに向かわなければ。行こう行こう行こう。やばい、トーマ。あ、ついに来た、ライデン様。ムービーライデンさん、やばい、神の目が取られる。おお、かっこいい、サンゴかっこいい。やばいやばい、サンゴ VS ライデン様なんだけど。頑張れサンゴ。やばい、サンゴかっこよすぎる。やばい、ライデン様、ライデン様くっちょ悪いって言うんだけど。あなたは霊が、ライデン様くっちょ歩けんだ。それは永遠の敵。やば、あ、あ、あ、ウルトだ、ウルトだ、ウルト来た、ウルト。かっこいい。あなたを心臓へとはめ込みましょう。かっこいい。これ領域展開じゃん。ライデン様領域展開、うわ、ライデン様領域展開できんの、うわ。え、待って、ライ、え、あなたは永遠から最もかけ離れたもの、とても興味深い。え、待って待って、ライデン様と戦うと思ってないからさ、なんかサイブちゃんとか連れてきちゃってんだけど、どうしよう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 。え、これ待って、邪魔者の粛清、粛清、強い、ライデン様強い。やばい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 、まずそんなライデン様と戦うなんて思わないじゃん、そのパーティーなんか。パーティーなんか変なパーティーできちゃったんだけど。やばい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 、マジでライ、マジでライデン様戦う、うわー、やばい、強すぎんだけどこの人。いって、出て出て出て、やばいやばいやばい、てかなんか全然攻撃食らってないんだけど。あ、これ、あ、終わった。これ終わったこれ終わったぞ、これ終わりましたぞ。私ライデン様防御力高くないか。いったいったいった、やばい、笑いが怖い。マジで待って、だってさ、やばい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 、ナナちゃんと旦那様以外にキャラ変えらんないんだけど、二人とも防御力弱いから。うるるるるる、やばいやばいやばい、待って、サイちゃんのウルトだけ使って、オッケー、対象。うぜ、普段大好きだけど今めっちゃうざい。こっちもウルト使ってやる、やばい。向こう、全部向こうです。残念ながら全部向こうです。何しとれ、え、なに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 、無理無理、最強最強最強なんですけど、この人無理じゃん、無理よ、だって通常攻撃強いやついないもん、うちやっぱ強すぎなんですけど。え、なに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 、こここここここ、わっ、かっこ、かっこよすぎる、やばい、うわ、頑張れトーマ、頑張れ、やばいやばい、かっこいい、やばい
やばい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 、なんかもうやばいやばすぎてやばい。将軍様、先ほど彼女をメガリレーの対象に、次は必ずや人たちよ。ちょっと待って、鳥肌やばい、どうしよう、やばすぎる、なんかもういろいろ起こりすぎてやばすぎる、どうしよう、ちょ追いつかない頭が。あとライデンさんもかっこよすぎるし、トーマもかっこよすぎるし、サンゴもかっこよすぎるし、もう、ああ忘れたのか、俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。やばい、待って、私と、あーやばい、トーマ好きかもやばい、トーマが好きになってしまった。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。どうすればいいの。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。抵抗軍、タタラスナ、サンゴノミア・ココミによって組織された。サンゴノミア・ココミ、新キャラかな。気をつけてほしい。トーマも気をつけてね。うわーやば、この短時間の間にいろんなことが起こりすぎてやばいんだけど、パニックなんだけど。とりあえずライデン様にボコボコにされたから、ライデン様と敵対してる抵抗軍と手を取り合うってことね。うん、なるほど。待って、トーマかっこいいいやマジでさ、私みんなにさ、各国に旦那様できるじゃんって言われてきたの。モンドではディルックでしょ、でリーウェでは旦那様でしょ、稲妻ではトーマでしょマジで各国に旦那様できんだけど。どうやって行くの。原神タタラスナ甘金、あここだ。マジでさ、ライデン様やばくないライデン様普通にさ敵じゃん、敵キャラも使えんだ。まあでもタルタリアも敵か。しかもさ、なんか向こうのライデン様最強なのにさ、うちのライデン様弱いんだけど、どういうこと。で、お、え、いけないんすけど、これの解決方法書いてないんだけど。あ、なんとかの枝はなんとか塔にあるため、なんとかの枝からなんとかの種をつけて障壁を解除しましょう。あれだ、くっつけて、でこれぶつかればいい。おお、すごい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 、通り抜けできた。ウェーブボートを召喚、ボート出てきた。ウェーブボートに乗ります。あ、私が動かすの。おお、え、すごい楽しいんだけど。これあれだ、怪盗祭のミニゲームでやったぞ。危ないです、到着です。まずシティゼンジンズを解放しよう。遠くない、メイン任務から進めようかな。そしたらお尋ね者の一覧に新しく2人追加されたらしい。はい、私です。無双人狭間の北西側、早口言葉みたい。てかタタラズナにもさ、幕府軍いるんだね。タタラズナ自体がもうあれかと思った、抵抗軍の島かと思ったけど。抵抗軍の2度にわたる交代で名槌の浜まで来てしまった。怖、稲妻怖いな。なんかさ、なんかめっちゃヤバそうな敵いない。ヤバ、めっちゃ強そう。あ、でも意外と弱かったな。前線に行く。はい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 、ここか。じゃあ一回七天神像を経由してから行こう。いいなぁ、うちの雷電様もさ、あんな雷電様にしたいなぁ。あ、来た。おー、すごいすごい、こんなに広かったんだ。あ、九条陣屋ってさ、あれじゃない、九条なんだっけ、下の名前忘れちゃったけど、九条さんのさ、場所じゃない。そしてここに行くと。なんかそろそろさ、雷電様の素材とか手に入るかな。さゆちゃんいると本当に移動が便利すぎる。でもさゆちゃん突破できないからさ、きついんだよね戦闘は。わあ、旗とか落ちてる、戦場っぽい。うわ、びっくりした。あ、なんか誰か囲われてる。やめなさい、私は雷電将軍です。いた、あー、言ったそばからやられたさゆちゃん。やめなさい、私は雷電将軍です。神の目を奪われたいのですか。やっぱこいつら強いな、マジで。うちの雷電様弱、やっぱうちの雷電様と言ったら旦那様で。無事か、抵抗軍初めて出会った。抵抗軍の服かっこいいね。ちょうど何日か前に五郎様が人手不足について話してたんだ。お、助かったよ、運営に連れて行ってあげる。ありがとうございます。でもその前に、はい、まずは抵抗軍の現状を話しておこう。はい、僕たち抵抗軍は戦場で劣勢を強いられている。はい、負けそうなんですね。目標を掲げ、天領奉行の大将九条さらに聞いている。あ、そうだ、九条さらさんだ。おお、なるほどなるほど、九条さらさん前線なのかな。サンゴノミア様出た、サンゴノミア様。サンゴノミア様と五郎様が抵抗軍の中で一番偉い感じ。早速出発しよう。はい、サンゴノミア様に会いたい。あ、でもまず五郎さんに会うのか。名前からしてあんまり会いたくないんだよな。なんかすごいさ、体育会系っぽそうじゃない。熱こもりすぎちゃう系タイプの、だいぶあの図体でかい系の人じゃない。あ、やべえ、あ、やべえ、これ大丈夫、死ぬ、これ毒。あ、やべえ、めっちゃ体力、体力、体力、あー、うざいうざい、この辺もううるさいうるさいもううるさすぎる。これもしかしてさ、あれ雷食らってんのかな。稲妻では一部の分、じゃ
それとエッジブラ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 、どうしたどうした、はい、こっから抜け出せってことね。あ、ちょ、やばいやばい、このままじゃ全滅するって。あ、待って、七天神像がどっかに。あ、行き過ぎた。待って、七天神像取りに行かないと。なんで、うざい。ここめっちゃやだ、もう嫌いだこの場所。痛い、やばい、しるしるしる、せめて七天神像までたどり着いてくれ。あ、よかったよかったよかった。てか広くね、稲妻広くない、こんな広かったんだ。届け、オッケー、オッケー、ナイスー。私これ苦手なんだよな。よく頑張ったわ。私を通しなさい。おお、すごいすごい、なんか抵抗軍の基地って感じするわ。わわわわわわ、見て見て、なんか本当にさ、日本の歴史に出てきそう。あ、お前がゴロか。想像してたのと全然違う。あれ真逆だわ、むしろ。うわ、尻尾生えてる。うわ、しかもなんか狐っぽい。顔まで狐っぽいんだけど。お前たちも聞いたように、声独特だな。お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか、問題ない。いやマジでゴロちゃんが予想外すぎて大爆笑。本当に戦場なんだな。あら、まあ大丈夫か、ナナちゃんで回復してあげる。救助を教えていただけないでしょうか。いや私も弓は苦手なんだよ。お願いします。あー、しょうがないな。提言時間内に一定数の青の標的を破壊すると、はいはいはい、青ね。え、頑張れ、信じてるよ。なんか励まされたんだけど。しょうがない、ヒエラン登場させるか。あ、待って、どっちだっけ、赤だっけ。あー、マジで苦手。よっ、緊張してるんじゃない？え？青だった。え？イエランだと攻撃範囲広すぎてダメなんかな？ねえ！オッケー！はあ！大変だこりゃ！お！まずか！戦争か！お！貴様らか！ご苦労であった！ここでさよならだ！やばい、疑われるじゃん私。手柄を立てる最高の機会じゃないか。全然疑われてなかったわ。オッケー、ゴローちゃん、ゴローちゃん、うん、あら、ゴロー様はいないのか。ゴロー様は今前線で兵を率いて出向いている。見たいな。九条サラさん、待って、九条サラ対ゴローちゃんってことでしょ。うわ、めっちゃ見たいその戦い。僕たちも前線に行こう。行こう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 。いる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 、あ、いる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 。いや、思ったより人数が少なかった。うわー、これは高まります。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが。やっぱ九条サラさんかっこいいな。俺たちは抵抗をやめない。そうだそうだ、お前たちも最新の検証令を見ただろう。あの金髪の旅人、あら、今お前たちのところにいるはずだ。バレてる。そのために増援を。あららら、サンゴ大人気。あららら、にとっても重要な存在だ。あらら、私を取り合っているよ。抵抗軍に入り俺の部下になっている。お前らに差し出すことはできない。あー、かっこいい、ゴローちゃんかっこいい。ね、待って、ちょっとなんかこの展開すごくない。サンゴを取り合ってんだけど。ゴロー様、あ、ヒロイン登場です。今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ。人前秘部とは何ですか。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、はいはいはい、1名ずつで対決を行っていくことは。あー、決闘的な感じ。お前が決めてくれ。あ、全然大丈夫です。あ、え、サラさんじゃないの。お前誰だよ。私が戦うんか。しょうがない、うちの雷電様を召喚させようじゃないか。バーン。え、まだ、はい、次の方いらっしゃいました。さあ、これで終わりにしようじゃないか。兵士たちよ、かかれ。迎え撃った皆の者、俺に付け。かっこよ。あ、マジ見れんの戦闘シーン。うわ、サラちゃんか。え、ゴローちゃんも弓矢なんだ。そうなんだ、弓矢多いな。頑張れ頑張れ抵抗軍、頑張れ。サンゴ加勢しろ。いや、サラさんかっこよいな。うわー、上がるわこういうシーン。かっこいい、ゴロちゃん。あ、やに、どうしたどうした。あー、雨降ってきたね。雨降ってくるとちょっとサラちゃん優位だよ。え、誰、アンノロミア様。あ、この人が
お待たせしました。私の副兵たち。今がその時。かっこいい、何？サンゴの宮様かっこいい。軍師は誠に我慢強いでござるな。ようちゃん、ようちゃん出てきた。うわ、うわ、北斗さんまで。やばいやばい、ようちゃんかっこいい、ようちゃんかっこいい。カズハ、久しぶりでござるな、トモよ。そこ知り合いなの？うわあ、巻き返してる。おお、押してる押してる。撤退。おお。やばいやばいやばい、激圧展開すぎるぞこれは。うわ、なんやお前。サンゴの宮ってそういうこと？ごきげんよう。サンゴから取ってきてんだ。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。実はすでに、あー、ようちゃん久しぶり。あなたのことはお聞きしていました。この後何かお考えは？まだないです。サンゴの宮へ行ってみてはどうでしょう。サンゴの宮っていう場所があるん？ゴロー、こたびはお疲れ様でした。ゴロちゃんかっこよかったよ。任せてくれ、サンゴの宮様。かわいいな、ゴロちゃんかわいい。これからは共に戦いましょう。稲妻の未来のために。稲妻の未来のために。素晴らしい。いや、今回の魔人任務素晴らしすぎるぞ。やばいな、待って、激アツ展開すぎて、もう最初からパニックだけど、もう後半もパニックなんだけど。終始パニックだったな今回。あ、なんかもうずっとここにいたい。あ、キスできる。やばい、気まずい。こんなところでカズハにまた会えるなんて。そうそう、知り合いなんだよね。以前一緒に戦ったのはもうだいぶ昔のことだな。カズハってあれかな、抵抗軍だったかな。カズハの友人が御前試合にかけ、そうライデン将軍に斬られた。はい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 。カズハが彼の神の目を持って逃亡してる時、あー、なるほどね。そこで、そこで知り合ったのか。はぁ、あ、はぁはぁ。あ、引き続き進められそうなので、次回また第2章第3幕やっていきたいと思います。コメントがーいし、こちらの動画のコメントです。サンゴさん、まさかの兄がいるってことは妹側？ギャップありまくりで好きです。私、兄がいます。しかも2人います。末っ子です。ギャップありまくり？ギャップなの？私、みんなから見て妹キャラっぽくないの？それにびっくりしてんだけど。サンゴさん、最近どんな編成使ってますか？探索用とか秘境用とか教えてほしいです。なるほど。まずメインのパーティーは現在これですね。ここに4月から神里彩香が加わります。これが探索チームです。さゆちゃんの突破素材が手に入れば、いつか戦闘用でもさゆちゃんを入れたいなと考えております。これが対エンシャントビシャップです。ノエルちゃんを加えただけです。今んとこそんな感じでですね。秘境とか、あとボス戦はもう戦闘用パーティーをコロコロ変えてますね。軽いご報告なんですけど、ハッシュタグこれ見てサンゴとハッシュタグサンゴを見守る会っていう2つあったんですけど、サンゴを見守る会をなくしてハッシュタグこれ見てサンゴ1つにしようかなと思って、いろんなのをもう全部そのハッシュタグに書いてくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。